お願いメリオダス、考え直して。魔人王になるなんて絶対、絶対にダメ。これ以外に方法はね。分かってくれ、エリザベス。何があっても呪いを解く。俺とお前の約束だ。いえ、転生して今の記憶を失ってしまうのが怖いの。父上や姉様たち、ホークちゃん、ディアンヌ、エレイン、七つの大罪のみんなを忘れるだなんて。でも、何より一番怖いのは、二度とあなたに会えなくなること。でも、そのためにあなたが魔人王になったらどうなるか、自分でも分かってるんでしょ。魔人王の力は強大だ。俺はおそらくこの世界に存在し続けることができなくなる。私は嫌よ。あなたのいない世界で生きていくなんて。そんな心配はしなくていい。お前は母親の名前で、生まれ変わるたびに俺を好きになるよう思い込まされているんだ。呪いさえ解ければ、そんな思いは全部綺麗に消えちまうさ。あとは好きな子の気持ちは誰かに作られたものだと。でなきゃありえねえだろ。生まれ変わるたびにこの俺だけを好きになるなんて。あら、どうして。私が助けを求めても放っとけばよかったじゃない。もっと別の誰かを好きになって生きる道だってあったじゃない。仕方ねえだろ。何が仕方ないの。いつのお前も、女神族だったお前も、リオネス王女のお前も、俺は全部好きなんだ。私だって断言できるわ。106人のエリザベスたちが、リオネス王女の私が、自分の意志であなたを好きになったって。お前がずっとずっと愛しくてたまらなかった。なのに今は何も感じねえ。だから分かってくれ、エリザベス。俺に残っているのは、お前との約束を守ることだけなんだ。私は七つの大罪と協力して、あなたが魔人王になるのを全力で阻止する。殴って気が済むなら殴れ。バカ。あなたが私を救おうとするように、私もあなたを救いたいの。待ってて、メリオダス。